皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、2022年吹奏楽コンクールの課題曲効果憂いの記憶、吹奏楽のための解説を始めていきたいと思います。前回はプレイ解説としてバルトーク・ピチカートとハーモニクスの奏法を説明しましたが、今日から本題として各小節ごとのボーイングポジションをふんだんに解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から27小節目までを解説していきます。冒頭は4分の4拍子で四分音符イコール72のテンポから始まります。で、早速ベースはバルトーク・ピチカートが出てきますが、3連符の3つ目の音しかありませんが、トランペットは3連符全ての音を担当していますので、3つ目の音にしっかり合わせるということを意識していただければ問題ないと思います。早速やりますと、フォーティシモなのでしっかりした音を鳴らすようにしてください。2小節目は四分音符イコール52とテンポがさらにゆっくりになっていきます。で、ここはハーモニクスの指示になっていますので、軽く触れてアーの音を鳴らすという指示になります。音量はピアニッシモから始まってクレッシェントで、メゾピアノからデクレッシェントでピアノになりますが、ここはもうボーイングはダーの一読みで弾いていただいて構いません。これ下手に替え目をしようとするとかえって音量が大きくなりすぎる可能性もありますので、ここはダーの一読みで弾いていただきたいと思います。やってみますと、このようにダウン一読みで聴いていただいて構いません。続いて6小節目の拍子を説明していきます。で、楽譜上は4分の 3.5 となっているんですけれども、8分音符で言い換えますと8分の7拍子になります。ここは3拍子で振る拍子になりまして、 2+2+3 になりまして、3拍目が8分音符1個分多くなるというふうに考えていただければ問題ないと思います。で、ベースは3拍目から入るんですけれども、音量はフォーテから始まってクレッシェントで、さらにフォーティシモからクレッシェントがありますので、ここはアップダウンと弾いていただきたいと思います。通していきますと、で、アップダウン、このように弾いていただきたいと思います。で、その次の小節はピアニッシモからの入りになりますので、アップから入って3連符2つ目のディスをダウンで、デーをアップ、このように弾いていただきたいと思います。最初からいきますと、このような形ですね。で、3拍目からトレモロになりますので、素早く右手を動かしていただきたいと思います。もう一度6小節目の入りから通して演奏します。このような形となります。続いて9小節目の表示ですが、楽譜上は4分の 4.5 となっていますが、8分音符に換算しますと8分の9拍子に言い換えられます。ここは4拍子で振る形になっていまして、3+2+2+2になります。したがって最初の1拍目が8分音符1個分多くなるというふうに考えていただければ問題ないと思います。ベースは4分の 4.5 拍子の4拍目から入ります。で、まずボーイングですが、最初ピアニッシモから入ってクレッシェンドになりますので、アップから入っての弓順で弾いていただきたいと思います。で、ポジションですが、最初の D はアーセンで押さえて取りまして、チスとまとめて取ります。で、ポジションは変えずに、ゲーを、で、デーセンに移って2で取ります。で、次の3連符の頭のギスは、同じくデーセンを使って、アーとまとめて2、4と取ります。で、ビスをアーセンに移って2。で、デーを第2ポジションを使って4で取って、ここからポジションを変えずに、セー、ゲーを1、1。で、最後の小節は、これはデーは押さえて4で取っていただきたいと思います。最初から通していきますと、このような形となります。続いて11小節目3拍目からのポジションを説明していきます。最初はエイスとフィスになりますので、ゲーセンを使って2、4と取ります。で、ここからポジションを変えずにセーとデスになりますので、デーセンを使って2、4とまとめて取ります。ここまで同じポジションで取りまして、ゲーとアスは2つのパターンを説明しまして、1つはポジションを変えずにアーセンを使ってゲーをアーセンで2、アスをアーセンで4とまとめて取ります。このように取っていただいても構いませんが、ここはかなり押さえにくいポジションになりますので、どうしても腕の力が足りなくて押さえにくいというのであれば、デーセンを使って取っていただいても構いません。その場合はデスまでは同じ形になります。で、ゲーを第3ポジションを使ってゲーを1、アスを2、こちらで取っていただいても構いません。両方のパターンを弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。続いて15小節目からのボーイングを説明していきます。最初の音量はピアノから入ってクレッシェントになりますが、ここはダウンから入っていただきたいと思います。
で、ここは17小節目の200目になります。メゾフォルテをダウンで弾きたいためにそこから逆算して、最初のアストをダウンから入ってゲーをアップ、このように弾いていただきたいと思います。この部分を通していきますと、ここまでよろしいでしょうか。そして17小節目の200目からダウンで入って、ここまで一指で弾いてゲスをアップとしています。ここまでよろしいでしょうか。19小節目アフタクトになります。ゼーからをダウンで入ります。このアスはアップから入った後クレッシェンドがありますので、途中で変え目をするようにしてください。最後はピアニッシモになりますので、ダウンで終わっていただきたいと思います。21小節目4拍目から6連符になります。で、ポジションは先ほどアスをデーセンで4で取っていましたが、ポジションを変えずにこちらで取っていただいても構いませんし、あるいはハーフポジションを使って同じデーセンでこちらを使っていただいても構いません。続いて23小節目のポジションを説明していきます。ここは2つのパターンを説明しまして、まず1つは6連符前半のアー、アス、ゲーをゲーセンを使う方法、ゲーを開放で取って地図からアーセンでこのハモ進行を4、2、1と取ります。このように取っていただいても構いませんし、あるいはこれはデーセンを1本またくので弦が大きくなってしまいますので、隣同士の弦デーセン、アーセンを取りたいのであれば第3ポジションを使って6連符前半のアー、アス、ゲーをデーセンで4、2、1と取って、あとは同じようにチスカ先を4、2、1、このように取っていただいても構いません。両方のパターンを聞きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。24小節目からボーイングを説明していきます。最初の四分符のアをダウンから入って、3連符をアップから入って弓順で、次のアスはダウンで弾き直しを行って、4拍目の裏拍のみトレモロになりますので間違えないように注意してください。次の小節もダウンから入って、ダウンで弾き直しを行います。もう一度弾きますと、で、この後半から取り物になりますので間違えないように注意してください。で、次の小節はダウンから入って、最後は弓順で弾くようにしてください。で、終わりの小節はバウトピチカートになりますのでやってみますと、ここもベースしかありませんので音楽の決めの部分でかなり責任が重大な箇所になりますので、しっかりした音を鳴らすということを心がけていただきたいと。最後にもう一度23小節目から5小節間を通して演奏します。このような形となります。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分はテンポがひっきりなしに変わるんですけれども、あまり難しく考えすぎないで、前の小節に対してゆっくりになるか速くなるかっていうのを考えていただければ、もうずっとテンポ感があって、周りともアンサンプルすることができると思いますので、最初はパートの中でバラバラになることがないように、部分練習を繰り返し積み重ねながら練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。